それから、サティラロは病院に行き、いつものように勤務しました。マクリーンの言った食事療法の話は、すぐに忘れてしまいました。週末に、病院の同僚が、サティラロをカトリック教会に誘いました。彼は、自分に奇跡が起こるとは信じられませんでしたが、このようなところに連れてきてくれる同僚の心遣いを嬉しく感じ、一人で死んでいくわけにはいかない。 と思うようよになりましたサティラロの背中の痛みはだんだん強くなってきました友人からの紹介で東洋医学の針の原理を応用した特殊な通電器具を取り付けて使ってみましたが効果は全くありませんでしたブロンクトンカクテル麻薬であるモルヒネとコカインの混合液という麻薬性鎮痛剤を使用すると薬物が効いているうちは 天にも昇り良い気持ちで痛みも跡形もなく消失し増しだか効果が切れてくると路列が回らなくなって気分が悪くなりましたしかもだんだん多くの量が必要となりやがて症状を抑えるには薬物の極量安全の限界の量以上が必要となり痛みをこらえなければならない時間が多くなってきたのです 1978年8月24日サティラロのもとにマクリーンから「がんのマクロビオティック療法」という一冊の本が届けられましたこの本はマクロビオティックの食事療法でがんが治ったという体験談を集めたものでしたサティラロはその本にさっと目を通してすぐにクズカゴに放り投げようとしましたがその時 ドクター・ルース・シェファーという名前に目を留め捨てるのをやめました。ドクター・ルース・シェファーはフィラデルフィアの開業医でマクロビオティックの食事療法で乳がんの治療に成功したという体験談を載せていたのです。サティラロは開業医名簿からドクター・ルース・シェファーを探しました。実在の人物かどうか確認してやろうと思ったのです。すると、 ドクター・ルース・シェファーはちゃんと史実在し、住所と電話番号がすぐに判明しました。興味を感じたサティラロは、そこに電話をしてみました。電話に出たのは、ルース・シェファーの夫でした。サティラロが、シェファー氏に、奥さんが、乳がんを、マクロビオティックの食事療法で治したという体験談を書いておられるので、奥さんから話を聞きたいと、問いただねると、なんと、 ルース・シェファーは乳がんが悪化して病院で死にかけているとのことでしたサティラロはなんだやっぱりインチキの詐欺療法ではないかと思い電話を切ろうとしましたするとシェファー氏はやっ気になって言い返してきましたそうじゃないんです驚くほど効くんです食事療法をしっかり守っていた時は本当に聞いていたんですあいつは 確かに回復の兆しを見せていたんだ。でも守れなかったんです。決められた食事がどうしても好きになれなかったのです。サテイラロはシェファー氏の意外な言葉に驚いて問いただしました。研究してみる価値があると思いますか私も癌で死にそうなのです。シェファー氏は絶対にその価値はありますよ。 と確信を持って言いましたそしてフィラデルフィアにおけるマクロビオティックの指導機関の中心人物であるワックスマンを紹介してくれたのですサティラロはとにかく一度ワックスマンを訪ねてみることにしました8月27日サティラロはワックスマンを訪ねましたワックスマンは30歳くらいの痩せ型の活力に満ちた元気な男でした 彼は医者でもないのにサティラロを熱心に診察して言いました。あなたの病気は治ります。ただしそのためには厳格なマクロビオティックの食事療法が必要です。3から4週間のうちに症状が好転するかどうかの兆候が出ますよ。マククロビオティックって何ですかとサティラロは尋ねました。 物の考え方と物の食べ方を一つにした基本的にはある生き方のことですよ。健康と幸福に役立てるためです。その人の状態、季節、その人の住むところによって食べるものもいろいろ変わります。でも、あなたの場合は、完全穀類、未成白穀物、特に玄米を50から60%。 その地方で採れて火を通した野菜を25%豆類と海藻類を15%残りをスープといろいろな薬味ごま塩味噌梅干しなどという割合で食べる必要があります全ての肉類乳製品白パンや精製穀類砂糖類一切、油類一切、好み果物炭酸飲料 合成化学添加物や保存料の入った食品は食べてはいけませんとワックスマンは指示しましたサティラロは混乱し暗淡たる思いでそこを去りましたわざわざ出かけていって医学部も出ていない30歳そこそこの若造の診察と指示を受けなければならないほどどん底に落ちたかと思うと情けなくなりましたしかし一方では どううせ失うものは、何もな,くな,った今なんとなくマクロビオティックの食事療法をやってみようダメでもともとだと勇気にもなりました次の土曜日サティラロはワックスマンが教えてくれたマクロビオティック料理の教室に出かけていき本格的にマクロビオティックの食事療法を開始したのですその料理教室はワックスマンの家で行われていました そこでの食べ物はサティラロにとってびっくりするような内容でした。サティラロはマクロビオティックの食事を味わってみました。普通に食べられる食物もありましだか気持ちが悪くなって吐き出しそうになる食品もありました。それまでのサティラロの食生活は大半がジャンクフードと呼ばれている即席食品ばかりでした。ワックスマンの妻のジュリー・ワックスマンが 料理の指導を行っていました。彼女は言いました。食べ物は心を込めて感謝の気持ちで扱わなくちいやね、人間にとって食べ物とは何なのかが分かれば自然にそうなります。毎日私たちは食べ物のおかげで生きています。食べ物は生命の本ですね。でも単なる燃料じゃありません。食べ物は。 私たちの血液とななり、り細胞になります。そのようにして私たちは日々自分の体を作っているのです脂っこいものや化学添加物がたくさん入っているものやでたらめに調理したものを食べていればやがて病気になり体もでたらめになります正常で良質な食べ物をあまり手をかけずに感謝の気持ちでいただけば 健康で頭もすっきりしてしたいと思ったことは何でもできるようになります家を建てるのと同じですよ悪い建築材料を使って建てればその家はすぐに壊れてしまうでしょう丈夫でしなやかな材料を使って建てればその家はいつまでも壊れず役に立ってくれますサティラロはマクロビオティックに関する初歩的な質問をワックスマンにしてみました マクロビオティックはがんの治療にどういう作用をするのだろうサティラロの問いに対してもワックスマンはしばらく黙っていましたがおもむろにがんに対するマクロビオティックの食事療法について次のように説明しましたがんに対して支配的な考え方はがんが人間の敵だとする考え方ですだからすぐ切り取ってしまうか 放射線か化学薬剤で攻めままくりがんを殺すことによって取り除こうとするわけですね。そうやっているうちに最後には人間を殺してしまうのです。マクロビオティックはそういうやり方はダメだと考えます。アメリカ人の食生活の歴史を簡単に振り返ってみると20世紀初頭からアメリカ人の食生活は著しく悪化してきました。 1900年頃にはアメリカ人のほとんどが完全穀類を中心に置いて新鮮な野菜と果物を食べ赤身の肉や乳製品人工着色料や保存料はほとんど口にしていませんでした肉卵チーズ等を食べなかったわけではなのですが今日よりはるかに少ない量でした食事は複合炭水化物が中心でそれも 全粒小麦、ポテト、大麦、オート麦、玄米から摂取されていました。20世紀になって科学技術が発達すると合成食品が多くなってきました。アメリカ人が食べているものの大半は過剰に加工処理されたものです。野菜は大抵缶詰か瓶詰を食べてします。しかも一般に野菜は メインの料理である肉の添え物だと考えられているのです現代の食生活には完全穀類はほとんどなきに等しいのです穀物は非常に重要な皮殻や胚芽をはじめ多くのビタミンや栄養素をそぎ落とされた生成穀類です白パンや白米を食べるようになった今日の食生活には繊維質というものが欠けているのですさらに アメリカ人は食事の多くを家の外で済ませるようになりました。その結果、必然的に食生活に占めるファーストフード、つまりハンバーガー、ホットドッグ、フライ物、油物などの割合が増えてきたのです。